はい、どうもお世話になっております。機動戦士ガンダム逆襲のシャアベルトーチカチルドレンより RG144/1 ハイニューガンダムです。こちらは2021年の9月発売、販売価格が4950円となっています。はい、ということで、RG のハイニューガンダムがついに発売されました。外装の白系の成型色は1色、青系は、濃い青と水色で、2色、内部フレームのグレーは1色、シルバーとゴールドはメタリック成型、という構成になっているようですね。ちなみにファンネルの白のランナーはニューガンダムのランナーを流用しているようです。また今回もアドバンスド MS ジョイントの使用箇所は限定的で、ファンネル部分で使われることになるようです。さあ、それでは、ハイニューガンダムについてですが、まずは簡単にその概要について触れたいと思います。ハイニューガンダムデザインの原点となったのは小説機動戦士ガンダム逆襲のシャアベルトーチカチルドレンであり、口絵に掲載された出渕豊による独自アレンジのニューガンダムのイラストが元になっている。その後数度の再デザインを経て映画のニューガンダムと別個の設定がされたもので、逆襲のシャア MSV CCAMSV にも分類される。機体の出自設定が2つに分かれる点も特徴であり、逆襲のシャア MSV を出自とするニューガンダムの強化発展型としての設定と、小説ベルトーチカチルドレンを出自とするニューガンダムの別バージョンとしての設定が存在し、メディアにより扱いが分かれる。はい、ということでハイニューガンダムは先日発売されたナイチンゲール同様、機体の設定が大きく分けて2つに分かれるというのが、特徴ということですね。はい、では続いてそのハイニューガンダムのデザイン設定の、設立の経緯を確認していこうと思います。小説ベルトーチカチルドレンの口絵で、映画逆襲のシャアのメカデザイナーの一人である出渕豊によって描かれたモノクロのイラストがデザインの原型であり、当初からハイニューガンダムという機体が存在したわけではない。この口絵はデザインの一部がアレンジされているものの、型式番号や機体名称も RX93 ニューガンダムのままで、スペックの数値や性能も含めデザイン以外は映画版と変化はない。ただし頭頂高のみ 20m に変化している。作中に登場するものは単にニューガンダムと呼ばれるが、サイコフレームの実装される過程や武装などが映画版と異なる小説版ニューガンダムという扱いだったとしている。大きな違いとして、小説ではハイパーメガバズーカランチャーを使用する描写があるが、デザインは存在していなかった。この小説口絵のデザインをもとに、月刊ホビージャパン90年8月号の企画で出渕が再デザインを行い、モノクロの設定画とそれをもとにした菅義弘による模型作例が制作掲載された。この作例は青と白で塗装され、フィンファンネルにグラデーション塗装がされている。ただし出渕の画工では左胸に RX93 ニュー、背部のプロペラントタンクに RX93 ニュー2の文字が読み取れる。ホビージャパン誌によると、ハイニューガンダムという名前が初めて確認されたのは B クラブの 144/1 スケールのレジンキットであると明記されているが、実際は当時海洋堂から発売されていた 220/1 ナイチンゲールに合わせて同じ原型製作をした大和正和による 220/1 スケールのレジンキットが初めてである。後継機の意味に加えて、企画段階の主役機名であるハイ S ガンダムにちなんで命名したとの説を紹介しているが、ガレージキット化の際、出渕との話し合いでニューガンダムの上を行くからハイをつけようとなり、商品化申請の際に提出したらそのまま通ってしまったらしい。
1988年に発売されたメディアワークス発行の書籍データコレクション7機動戦士ガンダム逆襲のシャアで、廃乳ガンダムを十分なテストを重ねたニューガンダムの上位機種として初めて紹介した。掲載された画稿はホビージャパン90年8月号の設定画を彩色したもので、紫と白のカラーでフィンファンネルにグラデーション塗装がされたものだった。色違いの設定画もあり、モビルスーツ大全集2003に掲載されている画稿は同じ設定画を青と白を基調に着色しており、ファンネルは白一色になっている。その後1999年にゲームリアルロボット戦線にナイチンゲールと共に初めてゲームソフトに登場する。これを皮切りにゲーム SD ガンダムジェネレーションゼロ、スーパーロボット対戦アルファガイデンなどに登場するようになり、これ以降ゲームでニューガンダムの上位機種として登場するようになった。主に登場した G ジェネレーションシリーズ、スーパーロボット対戦シリーズではデータコレクションの画稿に準じたデザインであり、後の公式設定化以前のゲームに登場したものは紫がかったものが大半を占めていた。2006年末、模型紙に廃乳ガンダムをマスターグレード化する企画が発表され、このために2007年にサンライズ主導で公式設定化がなされた。それに伴い伊豆淵の手でデザインリファインが行われ、多くのパーツの形状やバランスが変更された。体型は従来より細身になり、機体色は淡い青と白を基調とし、各部の配色も一新されている。頭部のメインカメラが黄色になり、差し色に金と銀、青一色に塗られたファンネルやスプリッター迷彩のシールドも特徴的であった。この変更後のものが公式設定画と呼ばれている。この時従来のものは正確にはアンオフィシャルの機体と解説され、マスターグレードの解説書の設定はベルトーチカチルドレンに準じており、映画のニューガンダムと同じポジションにある小説バージョンのニューガンダムとした。これ以降メディアによって設定の解釈が分かれ、テレビゲーム媒体は従来通り後継機としての設定を採用し、模型媒体や漫画版ベルトーチカチルドレンではベルトーチカチルドレンに基づく設定を用いる傾向にあった。デザインの面でも模型媒体やテレビゲームにおいてはリファイン版のデザインを採用することが増えたが、一方で過去のデザインや機体カラーを取り入れた商品も多く発売されている。2008年3月発売の FW ガンダムスタンダード2や2014年1月発売のロボット魂では全体的にマッシブな体型になっており、過去のデザインや90年の作例に近い。その他の部分は青と白を基調としつつ、フィンファンネルやシールドのデザインはリファイン版である。2014年にはマスターグレード廃乳ガンダムバージョン過渡期が発売された。過去のデザインをもとに過渡期始めにより発売当時のイメージをまとめ上げ再デザインしたものである。機体色はリファイン版以前の紫と白を基調とし、フィンファンネルもグラデーション塗装に戻された。シールドは白一色に赤いロゴが施されており、裏面にニューガンダム同様の武装が設定された。肩部やリアスカートのスラスターの展開、ニューハイパーバズーカの伸縮ギミックが追加され、リファイン版にあった右腕部マシンガンは格納式の4連装腕部ビームガトリングガンに変更、オプション武装としてヘビーウェポンシステムとの融合も図られた。このバージョン過渡期版は後に機動戦士ガンダム G フレームなどでも商品化されている。これ以降も公式設定は2007年のものであるとされ、発展型とする設定も掲載はされていない。はい、ということで、今回のキットについてはベルチカ版の設定に準じた廃乳ガンダムということになっております。
では、以上を踏まえた上で説明書の方の排入ガンダムの解説を読み上げておきます。 RX-93-2-2 排入ガンダムはシャアの反乱においてアムロレイの蒸気として運用された機体である。開発は当初地球連邦軍とアナハイムエレクトロニクス社による次世代機開発計画として進められていた。その後ロンドベル隊へと移譲された本機はアムロレイ隊による設計変更が加えられた。この設計変更にはサイコミューの搭載やそれに伴う無線式遠隔攻撃端末フィンファンネルの装備なども含まれていた。さらにネオジオンのサイコ動画の露覚によるサイコフレームの入手とその採用によって本機はガンダムタイプモビルスーツとして初のフルスペックのニュータイプ専用機排入ガンダムとしてロールアウトするに至ったのである。なお本機は当初 RX-93 の型式番号で開発が進められていたが蒸気のアムロ隊の設計変更などを盛り込んだことで RX-93 の後にニュー2が付けられた。こうして完成した排入ガンダムはシャーズナブルのカルナイチンゲールとの激闘を繰り広げたのである。はい、ということですね。では続いて排入ガンダムの武装についてです。まずはビームライフル。排入ガンダムの主兵装であるビーム兵器、出力の調整が可能でマシンガンのようにビームを連続して発射することも可能。特に最大出力時は戦艦の主砲に匹敵する威力のビームを射出する。ビームサーベル。ファンネルラックに2機、左前腕部に1機の計3機を装備する。シールド。排入ガンダム専用のシールドでビームガンとそれを稼働させるジェネレーター、そして4発のミサイルを搭載する。ニューハイパーバズーカ。地球連邦軍のモビルスーツ用の装備を排入ガンダムに合わせて仕様変更した実体弾兵装。回収によって射程が向上し弾頭も高威力なものが用意されたと言われる。口径は280mm。 腕部マシンガン。右前腕部に内蔵されている火器、腕部に装備されているため広い射界を有する点が特徴。小口径の火器だが牽制などに効果を発揮した。フィンファンネル。バックパック左右のファンネルラックに3機ずつ計6機を装備する。ジェネレーターを内蔵しており発射するビームは従来の無線式攻撃端末よりも高威力であった。また複数機のフィンファンネルを機体の周囲に配置することでビームバリアを展開することも可能。稼働するフィンはアンバック紙としても機能する。プロペラントタンクスラスターユニット。バックパックの下部に2機のプロペラントタンクを備える。プロペラントタンクの先端にはスラスターが設けられており、機動性の向上に寄与した。プロペラントを使い切った後はデッドウェイト化を避けるためパージされる。はい、ということですね。それでは最後に逆襲のシャアモビルスーツバリエーション CCAMSV を出自とし、排入ガンダムをニューガンダムの改良発展機とする設定の方を読み上げておきます。型式番号は RX-93-2-2。 映画逆襲のシャアにて RX-93 ニューガンダムは実質3ヶ月という短期間で設計建造され、アムロによりニューガンダムはテストを行わず実戦投入された。そのためニューガンダムはまだまだ改良発展の余地を残しており、ニューガンダムがロンドベル隊に納入された後、アナハイムエレクトロニクス社は独自に改修計画を実施、新機種の開発に着手した。これには排入ガンダムのコードネームが付与され、設計の見直しと各種アビオニクスの更新、武装の追加を経て完成した。
基礎設計の修正にはアムロレインも参加したとされる。急増されたニューガンダムと違い、十分なテストを重ねて完成された改良発展機となった。バックパックに設置されたファンネルラックに左右3機ずつフィンファンネルを配置することにより、重心のバランスが改善した。フィンファンネルは回収と再マウントが可能となり、エネルギーの充填により稼働時間が延長された。プロペラントタンクの増設により本体の稼働時間も向上しており、サイコミュー関連の熟成も進められ、完成度がより高まっている。大出力火器であるハイパーメガバズーカランチャーも携行できる。 G ジェネレーション、スーパーロボット対戦、ギレンの野望シリーズなど、多くのテレビゲーム媒体でこの設定が採用されている。はい、こちらがビームライフルです。腰部背面にマウント可能です。こちらがニューハイパーバズーカです。バックパックプロペラント接続基部にマウント可能です。こちらがシールドです。左前腕部に接続されます。こちらがビームサーベルです。サーベルグリップは左右ファンネルコンテナと左前腕に収納されています。ファンネルはコンテナから着脱可能です。折りたたみ、展開、この字型に変形できます。ハンドパーツはご覧の内容となっています。スタンド用ジョイントが付属します。頭部は大きく上方向への持ち上げが可能です。首関節に回転軸があります。コクピットハッチが開閉します。腹部は大きく持ち上げが可能で、大胆に前後屈が可能となっています。わずかに横方向に傾けることも可能です。肩関節は前方向への引き出しが可能で、上方向への持ち上げにも対応しています。肩、上腕の付け根、肘関節、手首に回転軸があります。肘は180度近く曲がります。右腕は手首の折り曲げに連動し、マシンガンが露出します。ショルダーアーマーが展開します。腰部に回転軸があります。背面の装甲を兼ねたロックを外すことで、腰部の持ち上げが可能となります。腰部装甲はフロントとサイドが外側へとスライドします。リアは前後にスイングします。また装甲の一部が展開します。股関節は基部が縦方向に上下し、外装がロックを兼ねています。横方向、縦方向とも大きく開脚が可能です。大腿部に回転軸があります。膝は180度近く曲がります。膝の折り曲げに合わせて内部フレームが露出し、また可動に合わせて内部のシリンダーも伸縮します。足首関節は非常に柔軟で、地面の接地性は高くなっています。また、つま先なども稼働します。
脚部下体には装甲の展開ギミックが実装されています。スタビライザーは伸縮します。ファンネルはコンテナに収納された状態で、翼のように大きく展開が可能です。ファンネルコンテナ基部は複数の可動軸で構成され、柔軟な角度調整が可能となります。プロペラントタンクは上下にスイングします。はい、合わせ目ですが、露出する部分としてはバズーカの一部にのみ入るようです。はい、ということで以上 RG144 分の1ハイニューガンダムの組み立てとレビューでした。どうもありがとうございました。それでは失礼いたします。